梅バターのバナナ列から出た水芽を掘り上げたものの一本は、この竹林奥に植えたんですね。もう一本は竹林の入り口の方に植えてあるんですね。で、本日は3本の水芽の後、さらに2本出てきたうちの1本を掘り上げて、この竹林奥に持ってきたんですが、まあ、この辺は島バナナが植わってるんですが、空いているブロック、コンクリートブロックがありました、コンクリート区画がありましたので、ここに1本植えてみました。根が 2,3 本ぐらいしかついていませんでしたから、葉をカットしておきました。まあ、活着して10月末ぐらいまでに葉っぱを 7,8 枚ぐらい出して、粉へとしてはやや大きめのものぐらいまでなってくれれば、この竹林奥で越冬するか、あるいは代替水芽を出すようになるのではないかと予測していますね。いろいろな古い竹などが多くて傾いたり、まっすぐ立っていても虫食いだらけになってたりして、いつバナナの上に落っこちるかわからないようなものがありますので、まあ、特にですね、このバナナを植えた上方とその上の方ですね、にそういうものが多いんですね。で、今それらを伐採して、下の擁壁フェンス沿いに積み上げる作業をしています。まあ、そのついでに折れた葉柄、葉芯などをカットしたり、あと比較的小さなバナナ苗の株周りの草引きカットなどをしていますね。まあ、この島バナナは一番大きく成長していて、花茎長を竹で打たれたものですが、まあ、ここに水芽が出てきていて、もう一本ここに出かかっているんですが、この辺はアリが巣を作っていますね。これは後でちょっと株周りの土を掘って、上の方から別な土を株周りに敷いてあげようと思っています。あんまり大きな巣を作られるとまずいですからね。豚足は折れた葉柄をカットしてあげたら、だいぶもう1日ぐらいでまっすぐに近い状態になってきましたね。まあ、植物は何万年という期間の間に、こうなったらこうしようという知恵をたくさん溜め込んできていますから、よほどのことがない限り、そういう蓄積された植物の知恵、バナナならバナナですね、の知恵に任せておくのが賢明です。というのは、人間はバナナが生きてきた過程で獲得した知恵のほんのわずかしか知らないからなんですね。20年30年バナナ栽培をやったとしても、何万年も生きてきたバナナ
の経験値にはとても及びませんので、よほど理論的にも実践的にもこういう場合にはこうしてあげた方が良さそうだという栽培者の体験値ですねがある場合にはそうしてあげたら親切だと思うんですが、そうでない場合にはなるべくバナナの長期間にわたる経験値に委ねる方がおそらくはうまくいくだろうと思いますね。そうして、ああこういう場合にはこうやって生きるんだなということを観察して、栽培者は自分の栽培体験知恵として蓄積していけば、こういう場合にはこうしたらいい、あるいは台風が来るとこうなるからこうしてあげた方がいいんじゃないかなとか、そういう予測を立てることができる、あるいは栽培者としての勘が働くようになるわけですね。まあ、それらの絡み合いでバナナと栽培者は共にそれぞれが保持する知恵をうまいこと絡み合わせながら、最終的には栽培者が収穫して、まあ、美味しいバナナを味わう、そして親株の石である水芽が健全に育つように多少の配慮をしてあげるというふうにバナナと関わっていけばいいのではないかと思うのですね。